はい、では次お願いします。こちらです。はよ。なんだ、紐じゃん。パラスタンレーション。パラコード。キーチェイン。開けないと分かんないね。お、キーホルダー。で、ここに、フック。このね、鍋状のものに対して、この、ここに薪がある。おそらくここ、ここの上に薪を置いて、火をつけるような道具だとは思うんですけど、結びつかない、これが。じゃあちょっとこれ、おそらく、紐ね、これ、バーバスもんだと思うんで。なんか全然わかんない、こんなでなんで火がつくのっていう感じ。つけてよ。まあ、ざっくり言うとこれでもう使えるんですよ。これがあれ、死刑士チッチッとかこうか、こう、こうか。ちょっと傷つけてもいいですか。わかんないけど、なんとも、ちょっと傷つけちゃいますよ。正解かどうかわかんないけど。お、お、お、はい、火付け石だ。これつくのかこれ。この黒いのもうちょっと削るね。コーティングっぽいところ。こんなに濃いと簡単に出ると思わなかった。おお、ヒーツ、ああ、ちょっと、わあ、わあ、あ、すごいすごいすごい。でも、まあ、こういうことですよね。そういうことですね。こんだけ焚き火があれば僕はいけると思います。そもそも火花がつかないっす、なかなか。なんでやねん。これで頼むぞ、もうこれ行きそうだな、行かなかったら厳しいぞ。よし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 。よし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 。着きました。やったぜ。いけましたね。でも脱脂麺ないと厳しいですね。だけど僕はティッシュでもいいと思います。ティッシュ、ああそうですね、腫れてたらから細かくしてぐちゃぐちゃにしてつきやすいかもしれないですね。すごーい、すごい。ね、
それ、それ、今いくらだったの？1980円。だったら、まあまあまあ、いやいや、1980円ぐらいじゃないかなと。うん。だって、近い？食わない？僕思ったら1キュッパか2キュッパなんですよ。でも2キュッパじゃ僕的にはちょっと気持ち高いのかなと思って、1キュッパにしました。はい。あ、じゃあ、それやっぱ中間だね、その中間だね。うん。1キュッパ、2キュッパね。うん。1キュッパか2キュッパって。2500円ぐらいだ。ほどいたら今度これでいいよ、これで。ね、これさ。ね、うん、そうこれね。これにさっきの笛もつければいいし。いいビールね。給食の。給食のね。うん、でも、これは、欲しいかも。まあ、わかりました、これ。これもまあ、すごい、面白かった。ありがとうございます。